ブンブンハローユーチューどうもマサルです。今回はソフトバンクから9月8日に発売されるプリペイド向けのスマートフォンをご紹介します。端末の名前はリベロ2というもので、メーカーは ZTE 製になります。価格は25,000円なんですが、1万円分の通信料が含まれていますので、実際の端末の価格は約15,000円となります。簡単にスペックを紹介すると、 CPU はクアルコムのスナップドラゴン210、 RAM は 2GB で ROM が 16GB、 カメラはメインカメラが800万画素で、前面にあるインカメラの方が500万画素になります。防水防塵には対応していません。日本では珍しい200番台のスナップドラゴンを搭載しているということから分かるように、スペックはかなり低めの端末になります。そのためキャリアから発売されるモデルとしては、破格の実質15,000円での販売となります。 SIM ロックの解除にも対応していますが、解除ができるのは101日後からとなりますので、購入してすぐにロックを解除したいという方には向かない製品になります。ちょうどプリペイドでスマホの運用を考えていた方や、リベロ2という他ではあまり売ってない端末が欲しいと思われている方なんかは購入してもいいかもしれません。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。